モニター開発って50代以上、モニター専門家モニキャンです。しかし今日の僕は違います。あえてこう名乗らせていただきましょう。アマゾン専門家モニキャンです。僕ね、アマゾンめちゃ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 使ってるんですよ。まあ使わない日はないくらいのレベル。動画でレビューしてるガジェットもほとんどアマゾンで買ってます。そんなアマゾンガチ勢の僕がアマゾンの最強サービス、アマゾンプライムについて解説したいと思います。知ってる人も多いと思うんですが、アマゾンプライムってマジでお得で、入ってる人でもね知らないサービスっていうのが結構あるんですよ。なのでね、今回はアマゾンプライムのお得なサービスについて、アマゾンプライムにまだ入ってないっていう人や、すでにアマゾンプライムに入ってるけどそんな人でも知らないようなところまでがっつりねっぽりしっぽり解説させていただきます。で、まずアマゾンプライムってそもそも何っていう人のために説明すると、年会費4900円のアマゾンの会員制サービスです。多分皆さんもね、名前くらいは聞いたことがあるでしょう。いやでもアマゾンなんて無料で使えるし、別にプライム会員入らなくてもよくないと思うかもしれないんですが、これねめちゃめちゃお得なんですよ。年会費4900円っていうと、月額に直すと約408円、お弁当よりも安いお値段です。一応ね、月間プランっていう月ごとに更新するプランもあるんですが、こっちはね月額500円で割増になるアドゾンのプランなので僕はおすすめしません。で、まあ、このねプライムではお得で便利な会員特典がたくさんってことでいろいろあって、まあ、これ以外にもあるんですけど、それらについてこれから説明するんですが、ぶっちゃけね一つ一つ長々話しても絶対皆さん飽きると思うので、もうサク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 クッキーのように進めて、僕が個人的にこれはいいぞと思うポイント、そこだけはちょっと深掘りして話そうと思います。それでは行くぞ。で、まず一つ目、 Amazon の送料が無料。これはね結構でかい。 Amazon って、まあ、昔はね全部送料無料だったんですけど、今は2000円以上から送料無料っていうシステムなんですよ。それ以下だと地域によりますが、まあ、410円以上の配送料がかかります。それが Amazon プライム会員なら購入金額関係なく全て送料無料。ちょろっと CD1 枚買うとか小物を買うくらいでも気軽に Amazon で買えるので、引きこもりが超絶はかどります。1ヶ月に1回以上2000円未満の買い物をすれば、それだけで年会費の回収完了です。で、メリットその2、お急ぎ便と日時指定便も無料。Amazon には配送オプションのお急ぎ便っていうのがあるんですね。早ければ最速で翌日に商品を届けてくれるっていうサービス。まあね、沖縄とかね、一部離島は除くんですけど、それでもね、かなり便利なサービスです。さらに、お届け日時指定便っていうのもあって、文字通り商品のお届け日と時間帯を指定できる配送方法。この2つを無料で使うことができます。個人的に再配達を頼む時の何とも言えない申し訳なさが嫌いなので、日時指定便が無料なのはディモールトペン。そしてメリット3つ目は、個人的にかなりおすすめの特典であるプライムビデオ。要はね VOD サービスです。定額で映画やアニメ、バラエティなんかの動画が見放題になるサービス。その作品数約2万作品。その中でも個人的にはやっぱりアニメ、鬼滅の刃や呪術廻戦みたいな話題の新作もね結構見れるので、いちいちテレビで録画したりとかが必要ありません。他にもプライムビデオでしか見れない松本人志のドキュメンタルシリーズや恋愛リアリティ番組バチェラーシリーズなんかも見れます。とりあえずなんか見るかってなって見たい作品が全くないっていうことはまあないと思いますね。ただ作品の入れ替わりは結構激しいので、見たい作品は早めに見ておかないといつの間にか消えてることもあります。昔はね僕の大好きなコードギアスとかシュタインズゲースとかもあったんですけど、いつの間にかなくなって別の作品が増えるっていう感じでね、新陳代謝が早いので注意しましょう。 Amazon プライムビデオの公式 Twitter をフォローしておくと、毎月追加されるアニメや映画なんかを教えてくれるので非常に便利です。さらにこのプライムビデオ、なんとアプリを使えば動画をダウンロードしてオフラインで見ることもできちゃいます。スマホとかタブレットに入れて通勤通学中にアニメを見ることだってできちゃう。ギガを節約したいっていう人でも移動中に動画が見れるのは素晴らしい。これの何がすごいって、他の VOD サービスだと動画を見るだけで月額500円とか980円とか払うことになりますが、プライムビデオはその他のたくさんのメリットの一つでしかないっていうところですね。
そしてメリット4つ目、音楽聴き放題サービスプライムミュージック、200万曲以上の楽曲が聴き放題。どうせ知らん洋楽ばっかやろと思ったら意外に聴きたい曲があっていい感じでした。メジャーどころだとオフィシャルヒゲダンディズムとかあいみょんとか嵐までありましたね。個人的に嬉しかったのはジョジョの各種オープニングやエンディングなどのアニソン、アンダーテールやペルソナ4などのゲームサントラも対象になってたことですね。デレレデッ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 、もうねノリノリで聴きながらの作業がはかどるはかどる。プライムミュージックはプライムビデオよりは対象曲が変わりにくい気がしますね。そしてこのプライムミュージックも同じくアプリを使えばダウンロードしてオフラインで聴けるのがスバラ。ちなみに僕一押しのウーバーワールドは5曲しか対象になってないので、ウーバーワールドが聴きたいっていう人は上位版のAmazon Music Unlimited に登録しましょう。月額が980円とちょっとお金はかかるんですけど、プライム会員だと割引で月額780円で、他の定額音楽聴き放題のサブスクに比べるとお値段ちょっと安いですし、7000万曲が聴き放題になるので聴きたいなって思った曲がほとんどあります。そしてメリット5つ目は Amazon フォト。地味に便利なんですけど意外に知られてないですね。なんと容量無制限に利用できる画像データの保存サービスです。アプリを入れておけば起動するだけで自動でバックアップを取ってくれるので、とりあえずねアプリを入れておくだけでバックアド、間違ってデータを消したりスマホが壊れた時なんかも写真は無事に残せるので思い出を鮮明に保存することができます。家族でフォルダを共有することもできるのも結構便利。こういうねクラウドでデータを保存できるサービスって無料だと保存できる容量に制限があることが多いんですが、無制限っていうのはすごいですね。画像データなら何百万枚入れても OK。 ただし画像データだけで動画やその他のファイルは無料で保存できるのは最大5ギガまでなので注意しましょう。メリット6個目は Amazon フレッシュ。 Amazon で日用品を買う人は多いと思うんですが、なんと今の時代は生鮮食品すらAmazon で買うことができちゃいます。それが Amazon フレッシュ、プライム会員限定のサービスです。東京や神奈川、千葉など一部のエリアでしか使えないんですが、引きこもりが最強にはかどります。こんな感じで冷凍じゃなくて冷蔵の豚肉や足の速いもやしとか人参、もう野菜に肉に、なんなら牛乳まである。品揃えはねかなり豊富です。ただ配送料が1回の注文で1万円以上注文しないと無料になりません。1万円未満の場合は390円の配送料がかかります。また最低注文金額も4000円と高めなので、家族向けかつまとめ買い用って感じですね。一人暮らしで使うっていうのはちょっともったいないし、4000円ってなるとねなかなか食べきれないと思います。あと Amazon フレッシュよりもさらに認知度が低いであろう食品スーパーのライフから購入&発送してくれるサービスもあります。なんと到着は最短2時間とめちゃめちゃ早いので、あやばい夕飯の買い物忘れたっていう時でも間に合っちゃう。しかもフレッシュの最低注文金額の4000円よりも安い2000円から注文できます。しかしその分ね送料は6000円未満の場合は440円、6000円以上で1万円未満の注文の場合は220円で、同じく1万円以上だと無料になるっていう感じですね。やっぱりこっちも家族向けのまとめ買いようって感じです。お子さんだったり親御さんなんかと同居していてエンゲル係数の高い家庭にはめちゃめちゃおすすめ。ただし商品によっては Amazon フレッシュよりもさらに割高になってるものもあるので、お値段はねしっかり確認しましょう。またこれもねちょっと認知度低めのサービスだと思われるプライムリーディングが7つ目のメリット。2017年っていうね結構最近追加された Amazon の電子書籍 Kindle の読み放題サービスです。対象作品は数百冊で結構ねいろんな作品があるんですが、漫画はね少なめですね。読めるものがあっても1巻から3巻までみたいな序盤だけしか見れないっていうパターンが多いです。一方でビジネス書とかは結構種類があって、実写化もされた夢を叶える像とか投資系のビジネス書とか資格系の本とかもあったりして結構ね読めるものがたくさんあります。僕的におすすめはこの筋トレが最強のソリューションであるですね。もう読むだけでね前向きになって筋トレがしたくなる、そんな一冊です。ぜひ読んでみてください。あとプライムリーディングも Amazon Music 同様上位版があって Kindle Unlimited っていうものがあります。こっちは月額が980円かかるんですが、プライムリーディングより
圧倒的に作品数が多くて、和書で12万冊、洋書は120万冊と無限に読める量があるので、読書が趣味の方なら月額以上の価値があるのは間違いなし。980円なんて本1冊分ですからね。2冊読めばプラスですぜ、旦那。あと、これも知らない人が多いんですが、Amazon って毎日タイムセールやってるんですよ。で、メリットの8つ目は、このタイムセールの商品をプライム会員は一般会員より30分早く注文できます。タイムセールの30分は現在の時間価値に換算すると約50億。人気商品がセールになってたら、プライム会員以外だと買うのはまあ無理ですね。そしてメリット9つ目は、プライムワードローブ。これはファッション関連の商品を購入する前に試着できるっていうサービスです。は？通販なのにどういうこと？って思うと思うんですが、要はAmazonで欲しい商品を選びます。服とか靴とか時計とかバッグとかファッションジャンルのものですね。それを6点まで選びます。で、そしたらそれが全部自宅に届くので、届いた商品を実際にね、試着して試しています。これが7日間できる。で、サイズが合わなかったり、なんか違うなって気に入らなかった商品は返品して、欲しい商品だけは手元に残して、そのまま購入するっていうシステム。なんと、このサービス、送料も転送料も無料。すごい。ネットでファッション系のものとかを買うと、サイズが合わないんじゃないかとか、持ってる服と合うかなとか、そういった心配を解決できるっていうのは素晴らしいですね。ノースフェイスとかジェラートピケとかアディダスなんかの有名ブランドも対象になっているので、普段ネットで服を買わないっていう人も Amazon プライムデビューしたら一度試してみてはいかがでしょうか。ただし、このプライムワードローブの専用ページから注文しないと対象にならないので注意しましょう。そしてメリット10個目、大型セールのポイント還元がうまい。これは去年のプライムデーの時のポイント還元表なんですけど、プライムデーとかサイバーマンデーとかの大型セールではプライム会員限定でがっつりポイント還元があります。プライムデーだと最大 7.5% とかになったりします。これね、結構でかい。やっぱりセールっていろんなものが安くなってるので、モニターやガジェットだけじゃなくて食料品や日用品もまとめて買っちゃうので結構な金額になるんですよ。それが 7.5% 返ってくるっていうのはかなりお得に買い物できますね。あとね、他にも特典盛りだくさんで、 Amazon ファミリーではベビー用のおむつとお尻拭きが 15% 割引になります。ただし定期お得便での注文が条件なので注意しましょう。結構ね、ベビー用のおむつとかお尻拭きって消耗品だし運ぶのも大変だと思うので、それが定期的に届いてしかも 15% オフで買えるってのは大きいと思います。あとプライム会員は本人以外にも家族を2人まで家族会員として登録できるので、配送料無料のサービスを受けることができます。あと特別取扱商品の取扱手数料が無料。これはね、例えばお茶2リットル ×6 本みたいなバカ重い商品とかは特別取扱商品っていうのになってて、別途配送のオプション料金を取られるんですけど、これもね、全部プライム会員なら無料です。で、そんなお得な Amazon プライムの年会費を実質無料にする方法っていうのもあります。それは僕のね、Amazon 裏技解説動画で紹介しているので、気になる方はそちらもご覧ください。概要欄にね、リンクを貼っておきます。というわけで Amazon プライムのお得なサービスについて解説させていただきました。めちゃめちゃ多いですよね。すでにプライム会員という方も知らない特典あったんじゃないでしょうか。もちろん一個一個はね、特化してるサービスには勝てません。プライムビデオよりも U-NEXT の方が作品数は多いし、プライムミュージックよりも Spotify の方が曲数は充実してます。しかし、これら全てが年間4900円で使い放題って考えると、めちゃ安く感じませんか？もう僕はね、プライム会員をやめることはまあないですね。もう Amazon の奴隷です。もし、まだプライム会員になったことがないっていう人がいたら、まずは、無料体験から始めてみるのがおすすめです。Amazon プライムにはね、この30日間の無料体験っていうのがあるので、とりあえずこれに登録してみて、僕がここまで解説してきたサービスを一通り試してみて、それでも合わなかったら30日以内に退会すれば、一切お金はかかりません。やっぱり、試してみないとわからないことって結構あると思うので、ぜひ一度、プライム会員特典、体感してみてください。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう！ See you!